エデンズゼロチャンネル。はい、本日もですね、スペシャルゲスト真島ヒロ先生にお越しいただきました。はい、どうもまた真島です。お願いします。はい、ということでエデンズゼロのスマホゲームエデンズゼロポケットギャラクシーの配信日が決まったということで、あの一足早くねゲーム実況をしていきたいと思うんですけれども、真島先生はすごいゲーム好きで有名だと思うんですけれども、うん、何時間ぐらい普段ゲームされます？毎日ね、なるべく3時間ぐらいやりたいなと思ってる。あの忙しくてできない時あるんですけど、なるべく3時間は取りたいなって思いながら、はい、過ごしてますね。あれ、しきさんはどれくらいですか？僕はゲーム実況やってるタイプの人間なんですけど、はいはいはい、気がついたら21時間ずっと配信してたことがあって。すごいな、それは。気がついたらそんな事態になってて、見てるリスナーさんたちも、うん、朝仕事行ってくるから頑張ってねって言って帰ってきてまだやってるみたいな。うわ、すげえ。はい、ということでね、あのそんなゲーム好きの2人なんですけれども、はい、今回はね、ド派手なアクションバトル RPG というものを体験していきたいと思います、うん、ということで早速やっていきましょう、はい。今回使用できるキャラクターが、うん、サタンドレスを着たシキ、カウガールを着たレベッカ、そしてメイドコスを着たホムラということで、うん、早く見たい。あらあら、あ、すごい。あらあら、みんないる。早速、え、これじゃあホムラに、ね、ホムラに変身できる？そして前に、あ、すごい、来た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 、いいね、かわいい。なんだろう、みんなついてきてくれるの。これレベッカでもできる。おお、あとキーノめっちゃかわいい。キーノ常についていけるんだ。かわいい。あ、なんか使ってた。あ、ちょっと戦って戦って戦って。せっかくだからホームランでいこう。尋常に。うれしい。おい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 。あ、これが回復か。ちゃんと回避もあるんだ。あるんだね。すごい。まだ。これはでもどこが先制シーンなんでしょうね。どこだろうね、あんまり見覚えないけど。でかっ、こっちでかっ、でかいですね。でかっ、何なんだろう。間違わない。おお、すごい。あ、なんか、あ、勝ちた。誰も寝るほうが勝ちた。師匠を超える糧にさせてもらうぞ。こいつ、見たことないやついるぞ。反乱が多い、うわあ、もう怖い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 、見たことないやつ。リクやつをジャンプしてやるってことかな、これ。あ、もう倒しちゃった。早っ。あ、なるほどなるほど。はい、では先ほどとちょっと違うステージでね、改めてスキルとかを見ながらプレイしていきたいと思います。うん、おお、でっか、ちょっと待ってくれ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 、びっくりした。すごい、こんなやついなくてや。なんか後ろにも、後ろにもなんかいますけどね。あ、ちょっと待って、レベッカもしかして遠距離から攻撃できる？あー、なるほど、さすが。すげえ、そこもちょっと原作に忠実というか。なるほどね、よし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 。なんかでも何もしなくてもさ、シキとホムラが倒してくれてる。確かにそうですね、打ち込んで倒してくると思う。おお、すごい、これがエーテルスキル。これがエーテルスキルね。はいはいはい、よし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 。かねえ。で、奥義どうすんだ。奥義は一定数倒すとオーバードライブ。なるほど、じゃあ敵いっぱい倒せばいいですね。そうですね、はい。お、なんか溜まってる。よし、来た。よし、来るぞ。おお、わ、すごい、かっちょいい。そして衣装がまたすごいですね。かわいいね。かわいい。あ、これでもあれかな、自分で描いたやつかな。そうですよ。先生がなんかもしかして描いてらっしゃったやつですよ。すげえ、こんなちゃんと再現されてんだ。すごい。ボスかな。ボスだ。はい、よし、よし、よし。仲間と一緒に戦えるのいいですね。仲間優秀。あ、落ちた。またやっちゃった。強い。なんかサクッといっちゃった。まさかの強さ。次はね、青木さんにやってもらいましょう。初めて触らせていただけるということで、うん、ありがとうございます。じゃあ早速挑戦から。あー、すごい。ちょっとじゃあ一旦ホムラを触ろうかな。ホムラ攻撃マイル。この衣装着てると全然ホムラってわからないんで。確かにメイド服ですもんね。おー、すごい。うわうわ、
こんなになってたんだ。これやってるんだよ、結構気づかないんだよね。なんか待って、なんか空飛んでる。どうしてどうして僕が飛んでるんですか。あのほら、攻撃の右の方にある翼のボタン、あ、うん、本当だ、飛びながら戦える、すごい。方向音痴なんで、どこに行ったらいいんですかね、これは。これね、今、地図見ると左上の方だけど、ほうほうほう、でも行き止まりになってるね。ですね。やばい。あ、なんか敵がいる。どこだ。めっちゃどっかから撃たれてる。敵が多いですね。ちょっとボスで。すごいサクサク敵が倒れてくる、いいね。ね、ですね、本当に。これも敵なんだ。あれやってみたいなですね。こっちかな。ピーノ可愛いな。ピーノめっちゃ可愛いですよね。ついてきてくれる。あれよく見たらピーノもなんか衣装違う？ぽく見えますよね。なんか違いますね。うん。わ、なんだこれ。なんだこいつ。なんだこいつ。イルイカの色違いだ。お、お、お。あ、それそっちじゃない。あ、でも倒した今。倒した。はい、ということでね、いろいろ技がありましたけれども、うん、先生的にね、技どうですか、うん、イメージ通りだったりします？お、かっこいいっすね。わー、もっと派手なやつあるんでしょうね、きっとね。いや、そうですよね。真島先生、レンズゼロの中で、うん、先生のお気に入りの技ってあります？あのね、技なのかな、ピーノの EMP が好き。あー、EMP カット。キャラクターの技とかってすごいたくさんキャラだったり技があると思うんですけど、はい、普段どうやって考えてらっしゃいます？五感とか。あ、すごい適当に考えてますよ。ちなみに今後こちらのポケットギャラクシーのゲームで操作してみたいキャラとか見てみたい技ってあったりしますか？うんうん、シャオメイいじりたい ね。シャオメイでプレイしてみたいです。でもせっかくあのね 3D モデルあるんだったらいじれそうですけど。そうそうそう、必殺技とか全くないんだけど、その辺はもう全部オリジナルで考えてもらって。あ、ゲームならではの、うん、なんかせっかくだから。青木さんどうですか？あのジャスティスが大好きで、おうおう、あの辺のキャラはどうなるんだろうとか、エルシーはどうなるんだろうとか。確かにいてもおかしくなさそうですけどね。いや、そうですよ。プレイヤブルになったらきっとファン喜ぶと思うんで。いや、そうですよね。僕めっちゃ触りたいですもん。チラッて。このゲームに着せ替え要素があるから、それもまたね、喜びの一つですよね。そしてね、次回は今お話も出ましたけれども、うん、コスチュームがなんと100種類以上もあるということで。多すぎでしょ。はい、そちら着せ替え機能とね、真島先生オリジナルデザインの衣装を公開していきたいと思います。はい。エデンズゼロポケットギャラクシーは事前登録受付中です。うん、詳しくは YouTube の概要欄をチェックしてください。はい。それでは真島先生、いつものあれ、ね、やりますか。はい、いきますよ。いきますよ。せーの、にゃんにゃんにゃん。